では、最後、キーノートです。今紹介されしてもらったタイプスターと言います。キャリアについて話してほしいというスクベから言われてて、僕のキャリアはすごい特殊だと思うので、そのままこれをそのまま参考にしてもらうっていうことは結構難しいかもしれないんですけれども、あんまり話すこういうこと話すこと少ないと思うので、ちょっとでも参考になればいいかなと思います。お、切れた。で、最初自己紹介したいんですけど、このスライド全体が僕の壮大な自己紹介みたいな感じなので、ちょっとあれなんですけど、とりあえずサクッと自己紹介すると、村瀬大輔といって今33歳です。で、鎌倉に住んでて、で鎌倉で働いてます。で、一人息子がいて、そこに今いるんですけど、いて、あとちょっと2年ぐらい活動してないんですが、鎌倉 PM っていうののリーダーをやっています。で、ハンドルネームタイプスターって言うんですけど、オンライン上でこういうタイプスターっていうのを見たら、基本僕です。で、これ一応書いてあるのは仕事で使ったことのある言語で、上の方はよく使うけど、下の方はめったに使わないっていう感じですね。で、一応その仕事の内容としては何でもやる感じです。で、平成元年製のユーノスロードスターに乗ってます。で、あとはディアブロ、これ僕のバトルタグなんで、よかったら友達登録してください。で、ちなみにおっと、止まっちゃった。この横にいる気持ち悪い人が伊藤直也さんです。で、イングレスっていうのもやってて、緑サイドでやってます。で、ちょっとイングレスっていうのを一応布教しないといけないので、やっておくと、Google が開発している、位置取りゲームで、スマート Android と iPhone で出てて、こういう緑側と青側に分かれて陣地を取り合うっていうゲームですね。で、僕の知り合いのパールハッカーたちはこの青の勢力が多いんですけど、もっと夢見る緑を増やしていきたいので、もしまだやってないけどちょっとやってみたいって人はぜひ緑で始めましょう。で、仕事なんですけど、肩書きとしては株式会社メイクイットリアルっていうのの代表をやってます。で、技術顧問でベルスタイルさんとイーチさんの技術顧問をやらせてもらってます。で、僕の会社のメイクイットリアルなんですけど、詳しい業務内容は後で説明します。一応鎌倉にオフィスがあって、最近できたんですけど、こういう感じの、ちっちゃい感じですね。で、一応ちょっと顧問しているところも紹介させてください。一つがウェルスタイルコーポレーション、今恵比寿にある会社で、ウェルノートっていう家族向けの SNS を作っている会社です。他にも業務あるんですけど、一応このウェルノートっていうのが
メインの開発で、Android、iPhone アプリ、あと Web の、Web でも使うことができます。でエンジニア募集中です。今、エンジニア3名しかいなくて、その3人でサーバーサイド、インフラ周り、あと iOS、Android のネイティブ開発を全部やってるので、そういう全部やれるところです。で場所は恵比寿にあります。もしよかったら行ってみてください。もう一つのイーチさんというのは、クラフト品、ハンドメイド品を販売、作家さんが販売したり、それを僕らが買ったりっていうことができるサイトです。を作ってる会社がイーチで、こちらもエンジニア募集中です。であと今ちょうどこのイーチさんが今月末まで10%オフ、今月末までに登録すると、今月まで末までしか使えないんですけど、10% オフの券がもらえで、結構僕はこのサイトの中ではアクセサリーが結構気に入ってるんですけど、すごい可愛いアクセサリーがいっぱいあるので、奥さんとかいらっしゃる方、プレゼントとかにすごいおすすめです。終わりで、今何やっているかなんですけど、それを話す前には、すげえネットが、今までやってきたことをとりあえず紹介して、その後で今何やってるのかっていうのを話したいと思います。なので壮大な自己紹介なんですけど、まずあと年と分かりやすいように年齢も書きました。23歳の時に株式会社クーピーというところに入社しました。これは聞き慣れないかもしれないんですけど、カヤックっていう、面白法人カヤックっていう会社の子会社で、当時はカヤックっていうのは役員だけの合資会社で、その他の社員っていうのは全部このクーピーっていうところに所属してました。でここの会社は基本的には受託開発で、僕が入ってやったことは、なんか歯医者のサイトとか、あと画廊というか、なんか絵画を販売しているサイトとか、そういうのですね。で基本的に僕の受託開発の知識というかやり方はこの会社で覚えました。で面白かったのは、社員が10人いるかいないかぐらいだったので、そのクライアント、その受託案件のメールが ほぼ全て、お客さんとのやり取りも含め全てがその全社員用の ML でやり取りされてたんです。なので、自分が関わったのはその数サイトなんですけど、進んでる案件の状況を全部見ることができたので、すごい勉強になりました。で、2005年にカヤックが株式会社化した時に、移籍しました。で一応クーピーというのも残っていて、カヤックが自社サービス開発で、自宅の方はクーピーで引き続きやるっていう感じです。組織を変えて、でとはいえ今までの案件とかもあるので、こっちに入って自社をやりつつクライアントの仕事もやってるっていう感じでした。でこの年に初めて渋谷 PM に参加しました。これは普通に聞きに行っただけです。で渋谷 PM の衝撃が僕にとってはすごいインパクトがあって、何が一番衝撃だったかっていうのは、宮川さんが主催しているテックトークなんで当たり前なんですけど、みんな仲いいわけですよ、スピーカー陣が。でもう会が終わったらなんか前の方でみんな集まってすごい楽しそうにしてて、
で、まあ、僕はすごいシャイなので、でそうなんですよ、渋谷 PM って懇親会みたいなのはなくて、そのなんていうか前の方で楽しそうにしてる人たちが、まあ、ちょっと飲みに行くみたいな感じのが、まあ、懇親会っぽい感じなんですけど、いきなりそんなところに参加できるわけもなくて、まあ、すごい衝撃です。で、次回の登壇を決意。これが24歳の時で、2006年は、引き続き仕事は、あれちょっとなんか転籍したのは去年なんですけど、残っちゃってますけど、ヤップシアジアが日本で初めて多分行われて、まあ渋谷 PM 次話すぞと思ってたんですけど、その前にヤップシアジアが来たので、それも言っとくかみたいな感じでした。でそれがその時のもうサイト調べたらまだ残ってて、カタリストっていうフレームワークを当時すごい触ってて、ブログとかも書いてて、まあ、それのネタですね。でまたこれが衝撃でして、オードリーっていう、まあ、すげえ天才プログラマーがゲストで来てて、しかも僕と同い年だったんです。で、まあ、全然レベルも違ってて、まあ、世界はすごいなって思いました。であとこのヤップシーの後にダンさんとかに焼肉に連れてってもらったんですけど、その時にこっそり、まあ、オードリーってすごい英語がネイティブというか、本当になんていうかすごい速さで喋るんですよ、もうこの当時に。で全然聞き取れなくて、でどうやって覚えたのってその席で聞いたら、全部 IRC だよって言って、 IRC だけで英語覚えたって言ってて、で発音とかはテレビとかドラマ見て覚えたけど、普通にそれ以外のところは全部そのオープンソースコミュニティの中で IRC で覚えたって言ってました。マジすごい人ですね。でハッカソンっていうものもこの時初めて知って懐かしいですね、こういう感じの。これがオードリーとラリーがインギーですね。で確かこの時プラガーだったと思うんですけど、プラガー のプラグインを何かちょっと覚えてないんですけど、何かを開発していて、そのために、まあ、宮川さんの横に並んでコード書いてたことがあって、で、まあ、またこれもまた衝撃で、めっちゃ早いんですよコード書くのが。なんかもうこう議論してる最中にどんどんその宮川さんの画面のコードが変わっていくっていう。でまあその時に使ってた、宮川さんが使ってるのが Emax、 やっぱ Emax すごいなって なりました。まあ僕これまでもここの以前からも Emax 使ってたんですけど、全然カスタマイズとかしてなくて、で宮川さんが見せてこういうことってコードを見せてくれてる最中に、あちょっと待ってください今の操作何なんですかみたいなことを言って、わざわざ毎回手を止めて、多分すげえうざかったと思うんですけど、まあ、これから結構 Emax のカスタマイズとかもなんかはまりだして、すごいやりだした感じですね。今ではなんかヤプシーで Emax の話したりしてますけど。で、ヤプシーの後渋谷 PM のテックトークにスピーカーで出ました。これは、まあ、ヤプシーの後だったのでそこまで敷居が高くなかったんですけど、一応ミッションコンプリートって感じですね。でまあちょっとそういうオープンソース関連の活動は今後もずっとやるんですけど、まあ今とあまり変わってないので、ちょっと長くなっちゃうので割愛します。あとは基本仕事のことですね。で2007年に
あのカヤックにぶっこみイレブンっていうあの新規事業開発のラボができまして、これ11人いたのでイレブンで、ぶっこみっていうのはなんかあの、まあ、ちょっとブラック企業っぽいんですけど、あの当時流行ってて、あのぶっこむぶっこむみたいな、なんかあの多分ぶっこみのタクから来てると思うんですけど、なんかもう仕事いっぱいいっぱいだけどもうぶっこんでこみたいな、なんかそういう感じで、あのそういうネーミングの、まあ、最初のメンバーの一人としていろいろサービスを作ってきました。でその時のプロフィールですね、これなんか残ってたので貼ってみました。いろいろ作ったんですけど、代表的なのだけ紹介してきます。まず一番最初に作ったのがこの TTY シェアっていうやつで、これは、TTY レックっていうターミナルの操作を録画できるあのターミナル上のプログラムがあるんですけど、それの録画ファイルをあのポチッとアップロードするとそれがウェブ上で再生できるってやつです。でまあこれあのなんでやろうかと思ったかっていうと、ちょっとアクションスクリプトのバージョン、アクションスクリプトというかフラッシュのバージョンを覚えてないんですけど、当時出たばっかりのバージョンで、あのやっとそのアクションスクリプトでバイナリーが使えるようになったんです。でその時に、あというのもこれ前から作りたくて、でもバイナリー扱えないしな、でもサーバーでなんかそのファイルを解析してやるのもめんどいし、クライアントだけで再生したいなと思って出て、まあ、ちょうどフラッシュのアップデートのなんか見てたらバイナリーバイトアレイサポートしましたみたいなのがあったので、あの作りました。なのでこれはフラッシュだけでそのターミナル録画を再生しているって感じです。でそれのなんか説明がをプレゼンしているところがニコ動にあったのでこれも貼っときます。でもう一個、今でもこれ多分唯一残ってるアプリかもしれないんですけど、 IM カヤックっていうやつです。これ使ってくれてる人いますか？おお、めっちゃいっぱいいる、ありがとうございます。でこれは今 iPhone 対応してるんですけど、当時はまだ iPhone 出てなくって、あの HTTP でポストすると、まあ、Java、Google トークとかに通知がいくってやつで、あのこれは僕は今は、まあ、Mac でローカルで開発してるんですけど、当時はまあ、いろんなことをサーバーだったり VM の上でやっていて、でそうするとグロールとかは使えないじゃないですか。なのででもサーバーとかで作業しててもなんかローカルと同じように通知したいなっていうところで、あのこれが やりました。であの、ま、IM のクライアントを Mac に入れとけばそこにグロール来るんで同じような感じで使えるっていう感じですね。であとはハテナファイルシステムっていうのは、これはあのフューズを使ってみたかっただけっていうやつです。あと今これ iPhone でスライドを操作してますけど、当時 iPhone とかないので、 でもなんかスライドを操作するやつが欲しいってことで、これなんか PSP は一応無線につながって、でこの画面はフラッシュで多分確かフラッシュか JS かフラッシュだったと思うんですけど、フラッシュでなんか頑張ってあの Mac の Mac にサーバーを立てといて、そこに命令を打つみたいな感じでやってました。これが今のが1年目で、2年目も引き続きあのぶっこみイレブンにいて、でまあ、 あのそれだけじゃなくて、あの1年目に他のメンバーがコエブっていう声のアップル、あの共有サイトみたいなのを作ってて、まあ、それが結構当たってあのプロジェクト化しようってことになったので、まあ、そこのプログラマーとしてもやってました。で一応これ以降もこういうコエブみたいにあのラボ以外の仕事もあるんですけど、そういうのも入れとくとすごいことになるので、一応今後はラボだけ あの紹介だけです。まあいろいろやってるんですけど、でこの2年目はまずそのコエブで使うためのフラッシュメディアサーバーを作りました。これは
今結構あるんですけど、当時オープンソースのフラッシュメディアサーバーは RED5 っていうあの Java の、 あのソフトウェアしかなくて、でカスタマイズ、まあ、機能は一番豊富、今でも一番豊富ですごいカスタマイズできるんですけど、すごい使い方が難しかったので、まあ、ファールのやつが欲しいなってことであの作りました。これはあのちょうど旅する使者っていうあのカヤックであのやってる、まあ、海外で2週間ぐらい仕事するっていうあのプロジェクトがあって、それでこのあのかまいたちはイタリアであの作りました。でまあ、なんかこういうくだらないのもやってて、これあのただ の、 あのブックマークレットなんですけど、よくあの若い中学校とかで、まあ、自分が中2だとすると、高1って言ったらちょっと上みたいな、あの小3とか言ったらもう大したことねえなみたいな、そういうのがあると思うんですけど、これを使うと、まあ、自分の誕生日を入れてブックマークを作成すると、まあ、あのサイト上の何歳っていうのが、例えば僕33歳でそのウェブ上にあるのが35歳だったとしたら、そこは高1ってなるっていうやつですで、2009年はこれあのこの年に僕が結婚しまして、あのプシーさんとかあのパールハッカーいっぱい来てくれて本当ありがとうございました。でこの年は、ワークっていうパールのフレームワークで、これまでもあのカタリストっていうそのヤプシで話したフレームワークをずっと使ってたんですけど、ちょっとすごい大きくて、あのまあ、一番気に入ってなかったのはその大きくて重いってところだったんですけど、まあ、それ以外にもいろいろ自分用にカスタマイズしたくなって作ったフレームワークで、まあ、使い方が ほとんどカタリストなので、あのカタリストをやってる人なら何の苦労もせず使えるっていうフレームワークなんですけど、最近はカタリストやってる人が少ないので逆にあのカタリストも分かんないくてアークも使えないっていうところが最近あの社内でよく言われてました。で、2007年、まあ、ちょっと忘れちゃったんですけど、この半年ぐらい前に iPhone が日本で発売されて、で、まあ、iPhone で IM カヤック今便利に使ってるけど、出先でもあの通知受けれたらいいなっていうことで、まあ、あのまあ iPhone アプリの勉強がてらしこしこ半年ぐらい作って、あの iPhone 対応したのがこれが今のバージョンですね。あとはなんか Emacs のパッチ書いたり、もう Nginx でできるからいらないようなモジュールをライティ用に書いたりしてました。で2010年、あの2010年はちょっとラボの、 あのラボにテーマを設けようということで、子ども用のアプリをいくつか作ってます。まず1個目が安心レーダーっていうので、まあ、これは恐怖のアプリなんですけど、あの、まあ、ペアリング しておくと、これもその技術ありきのアプリで、あのこの当時出た iOS にその1GPS 以外 の、 あの位置の取得の仕組みがついたんです。その基地局をベースとして、まあ、ある程度以上動くと、まあ、ざっくり鎌倉だったらざっくり鎌倉にいるぐらいの精度しかないんですけど、まあ、バッテリーを全然食わないっていうあの機能があったので、まあ、それで思いついたのがこのアプリで、で、これはその人のざっくりとした位置と、あとはバッテリー残量もなんかおまけみたいな感じでアプリですね。でこの後になんか同じようなやつが出てすごい炎上してたんですけど、それはで
行き過ぎちゃった。あとまあ、子供系笑い袋で、これはなんかタップしたり音鳴らしたりするとすごい勢いで笑うってアプリなんですけど、これすごい調子に乗ってやり続けると大変なことが起こるっていうイースターエッグつけてて、子供のいる人にはぜひおすすめです。それ発見するとすっげえ気が狂ったように子供をやりだします。あとは縁起物、これ子供向けっていうかシルバー世代向けなのか分かんないですけど、一応その縁起がいいものをいろいろ見ることができるっていうアプリなんですけど、これを開発してる時に結婚式が 2,3 回ありまして、僕の周りで、でその時に二次会で Apple TV と、Wii をゲットしてきました。なのでこの縁起物はすごい効果があると思うので、多分 iPhone に入れとくといいと思います。まだこれ売ってるはずです。で30歳で、これは Facebook の電話、まあ、今はもう Facebook メッセンジャーに通話機能ついちゃってるんでいらないんですけど、なんかその僕は結構こういうパールハッカーの友達とか、そういうなんていうかオンライン上の友達がすごい多くて、まあ、リアルに友達は少ないんですけど、そういう人と連絡取るときってオンライン上の ID しかほとんど知らなくて、電話番号とかもらってないんだけど、なんか待ち合わせ場所で迷ったり変なとこ行こうとしたりしたときに通話したいっていうことがあって、でも電話番号を教えてもらってもなんかアドレス登録とかめんどいし、でまあ Facebook の、アドレス帳で簡単に電話できたらいいよねっていうので作りました。でこれはまあいろいろ世の中に IP 電話とかあるから不可能ではないけど、僕は当時そんなこと何も分かってなくて、でラボのメンバーにこういうのあったら良くないみたいな、でもちょっとできるか分かんないんだよねみたいな話をしてたら、そのメンバーがいやでもやったらできるんじゃねみたいな感じで言われて、おみたいな感じになって、まあ一からIP 電話を勉強して作ったサービスです。でもう一個この年は、VQ チェッカーっていう声の診断アプリを作ったんですけど、これはちゃんと声の研究をしてらっしゃる大学の先生と共同に開発して、その、まあ、研究室にお邪魔して、まあ、こういう声をなんかこういう感じで分解して、ここがこうなってたら一般的には聞きやすい声だよねとか、なんかそういうのをいろいろ聞いて作ったアプリで、でさっきのリンゴとこれ、まあ、どっちも音声とか使う系なんですけど、これでかなり音声系の知見がたまって、今も割と受けてる仕事は音声系の仕事が多いです。で31歳はこれ、この時にさっきのユーノスロードスターを買ったんです。で車で使えるアプリを作りたいと思ってて、で車で一番困ることは iPhone からカーオーディオに音投げてると一人の iPhone しかつなげないんで、一人の iPod ライブラリーしか聞けないんですよ一度に。なので、まあ、一つの iPhone だけカーステにつないで、あとはなんか共通のプレイリストみたいなところにどんどん載ってる人が曲を入れて聴けるっていうのです。でこれは今、これ自体はないんですけど、最近バージョンアップして別アプリ、まあ、ほぼ同じ機能がある別アプリになってるのでおすすめです。あとはベイバリッシュっていうまあ、サイト上でブログ書くみたいになんか書くと、それを iPhone の、アプリ内インアップパーチェスで
販売することができるっていうやつです。今もうちょっとないんですけど。で、2013年に32歳の時に、独立、去年ですね、去年独立しました。で、まあ、なんで独立したかなんですけど、その自分のやりたいことっていうのを、まあ、改めて考えてみて、で、これ、河合志郎さんっていうハワイ在住の、尊敬するエンジニア、まあ、勝手に尊敬しているエンジニアの人が、ブログに書かれてた図で、まあ、XY 軸で、X が人生をかけるかどうかで Y 軸が収入を得られるかどうかっていうふうに分けたときに、まあ、仕事っていうのは収入を得るためのものだから上側で、その中で人生をかけるものじゃないものっていうのは、まあ、その暮らす日々の暮らすためにやるデイジョブで、まあ、趣味っていうのは人生をかけるようなものじゃないので左側で、でも趣味でも仕事を得てる人がいる。で、まあ、それが趣味と実益を兼ねてるっていう感じの図で、まあ、これを見た時になるほどと思って、これ見るまで僕結構仕事を趣味は何ですかみたいなことを聞かれた時に、いや趣味は仕事っすかねみたいなこと言ってたんですけど、そうするとなんかこういうことで考えると、なんか趣味っていうのはすごいなんていうか適当などうでもいいものなので、仕事を趣味とか、あとはなんか作ってるものを趣味レベルって言われるとかってすげえ屈辱だなと思って、趣味とは言わなくしたんですけど、でこれを見て、まあ、僕はその右側で右側のことに人生の多くの時間を使いたいって思ったんですね。で、まあ、その右側っていうのは自分にとって何だろうかっていうのを考えたときに、まあ、なんていうか自分が使うためのアプリを使い続けることで、今までそれまでもすごいいっぱい、まあ、今出した以外のものもすごい作ってたので、その時に例えば IM カヤックは、まあ、自分が使ってるからメンテできてるけど、そうじゃなかったら多分やめちゃってるし、であと僕のなんていうんですか、その性質としてどん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 新しいものを作っていきたいっていうのがあるので、まあ、これすごいいいアイデアだけど俺は使わねえなってなったものには手出さないで、まあ、基本俺得なアプリとかサービスを作り続けることが、まあ、僕にとって図の中で右の側のことなのかなと思ってます。で、割とそういうものを作って、まあ、俺をって言ってるんですけど、意外とそれを他人が便利、さっきIM カヤックいろんな人が使ってくれてたみたいな感じでいいので、まあ、自分用に作るのが最も力も入れられるし、まあ、運よくみんなの需要にはまればちゃんと使ってもらえるしっていうところで、まあ、そこをメインに置こうという感じですね。で、やっぱり、一番やりたいことを、一番時間使いたい。なので、こういうことをやりたいけど、仕事の片手間でとか、週末とか、あとは家帰ってから、こういうことをやるんじゃなくて、まあ、こういうことを仕事にしちゃいたい。あと、エンジニアってすげえ楽しいので、まあ、これは僕のただ楽しいと思ってるだけなんですけど、こういう僕みたいなエンジニアが楽しいって思ってるようなエンジニアを増やしていくと、例えば僕が作ったようなサービスを誰かがもっとどんどん作っていってくれるとか、なんかそういうふうになると、
まあ結局そういうエンジニアがどんどん増えていくと、どん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 いろんなサービスが出てきて世界がもっと良くなっていくっていうところで、あの新しい会社の経営理念は、まあすごい直球で、あの技術の力で生活を良くする。まあこれなんかすげえ偉そうに言ってるんですけど、要は自分の好きなものを作るってことですね。で、あの好きなことだけやってたら生きていけないじゃん。でそれはまあそうなんですけど、そうじゃない方法を考えてます。でこれが一応今の事業内容で、一番上が今言ってた俺得アプリで、あとはその自分の持ってるその IP 電話とか P2P、 あと音声系、まあ割とそういう専門的なスキルを他社さんに提供して面白いものを作っていく。あとはなんかこういう講演とかしてエンジニア増やしていくっていうようなことを事業内容にしました。で今は受託開発 50%、 自社 50% っていう感じでやってて、これがすごい僕の中で理想というか理想で、まあ、最初はこういうふうに受託は稼げるようになったらやめようと思ってたんです。さっきで言うデイジョブみたいな感じだったんですけど、まあ、こういうのが多分ヌーラボさんとかは自社にシフトしていったっていう感じだと思うんですけど、僕は結構その案件をいくつかやってたら変わっちゃって、 50% 残すべきっていう考えになって、今はもう 50% ずっと残そうと思ってます。なんでかっていうと、受託開発はめっちゃ楽しいんです。であと自分だけでやってると出会えない技術に出会えるっていうのと、まあ技術だけじゃなくて人にも出会える。で一応実績許可取ったやつだけ言うと、壇上さんのとこを手伝ってまして、これ千葉さんとかチャーズバーさんとかもやってたんで、すごい勉強になって、であとまあカヤックでは使ってなかったミドルウェア、僕が使ってなかったミドルウェアとか使ってたり、あとまあ他社さんのパールでできた業務システムを見たりするのも初めてだったので、すごい勉強になりました。あとは愉快工学さんっていうはロボットとか作ってるんですけど、そこのまあ通信系 P2P とか分かんないよっていうことで入って、まあ、すごい打ち合わせとかですごいなんかロボットのなんかデモとかモックみたいなのが来て、すごいそういうのさっぱりなんですごい楽しかった。あとは今これ現在進行形なんですけど、イーチさんの iOS アプリ、これはiOS アプリのデザイナーさんも鎌倉で起業されている方で、まあ、そういう鎌倉内でのクリエイターの輪が広がってますね。でまあこれは結構自分の中では理想、今理想になっていて、毎日が楽しいですでこの星のいいとこは何にも元手がいらないです。まあ最初ちょっとうまくいかないかもしれないんで貯金あった方がいいですけど、だからエンジニアだったら本当にこれはいつでも始められます。で注意として特に自宅開発っていうのはある程度のスキルがないとその仕事を選べない、その自分のしかない仕事っていうとちょっと大げさですけど、まあさっきの IP 電話とか音声、ちょっとなんか自分が突出してるスキル、あとは人脈ですね。仕事をもらうためには人脈が必要です。これはいい仕事をしていればどんどん評価が上がって、どん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 仕事が来るようになるので、まあ、最初だけなんですけど重要なのは、あとはなんかこう契約書云々とかなんかそういうノウハウですねっていうのは、現職のうちにもしやろうと思っている人がいたら学びましょう。なんか周り今の仕事見てたらいろんなクライアントさんとかお客さん、他の会社の人とかいたり、あとは意外といろいろ
今まで見逃し気にしてなかったことが気づけるかもしれない。あと20代の人、20代ので何をするかっていうのはエンジニアの、まあ、エンジニアに限らないと思うんですけど、キャリアで何より重要で今後のベースになってきます。吸収力とかパワーとかもマックスなんで、それらを生かして今頑張ってください。成長できてるか、10年後も同じ仕事してるかとか、いろいろ考えてください。で、イメージできない人はロールモデルを見つけましょう。イメージ通りの人がいなければ何人か組み合わせて勝手に作ってもいいと思います。僕はすげえいっぱいいて、とかですね。で、あとは、そういうなんか著名な人たちって結構大企業にいるんで、まあ僕みたいなちょっと違うのも提供できるかなと思って今回受けました。いつでも来てください。で、ちょっと時間ないんで飛ばすと、まあ一度の人生楽しめなきゃ損なんで、好きなことを思いっきりやってそれを仕事にしていく、まあ、エンジニアならそれができるので、それが一応僕の理想の働き方です。以上、ありがとうございました。